ダメージはさほど別になかった感じですかね。あのちょっとパンチの軌道というか。本日の試合振り返っていかがでしょうか。はい、本日は、まあ、自分の中でも激闘という試合ができたんじゃないかなと思います。まあ、1ラウンド目にダウンを喫しましたが、最終的には、KO して勝つことができたので、これまた一つ、まあ、自分の中でいいキャリアを築けたのかなと思います。じゃあ3つほど聞かせてね。一、はい、つは、まあ第1ラウンドサプライズ、ダメージはどうだったのか、そしてあそこからその先どうしようと何を考えてこう、時間過ごした。まあ、ダメージはさほど別になかった感じですかね。あのちょっとパンチの軌道というか、まあ、軌道がちょっと読めなかったんで、まあ、1ラウンド目ということもあってちょっとこう、ダウンはしましたけども、まあ、全然引きずることはなく、まあ、2ラウンド目からちょっとポイントを計算していこうかなと、はい、もうその時点で2ポイントリードされてる、まあ、そこは冷静に戦うことができましたね。それはじゃあ、あのダウンによって考えてたプランを変えたってこと？まあ、ちょっと出だし気負ってた部分があると思うので、まあ、ダウンしてから冷静にこう立て直すことができましたね。まあ、逆に、まあ、あのダウンがあったからこその、まあ、戦い方ができたのかなと思います。途中、まあ、非常にこうトリッキーな、まあ、リング上でも言ってましたけどハイテンションだったと、まあ、トリッキーな動きがいろいろあったけど、うん、あれはもう見切ったタイミングでああいう動きが出てきたってことですか？まあ、見切りもそうですけど、やっぱりこう試合を通して主導権を握っていくっていう、やっぱり気持ちの面で上回っていかないといけない、まあ、そういうこともあるので、まあ、そこはやっぱり駆け引きというか、はい、まあ、そういう意味でやってます。勝利への手応えはどの辺のダウンですか？まあ、ちょっとまた映像を見返してみないと全て把握してるわけではないんですけど、ね、ゆっくり映像を見てまた明日の一夜明けで詳しくはちょっとお話ししたいなと思います。じゃあ最後一つだけ、プレッシャー、これだけのファンがたくさん来て、まあ、どんな感じで感じてたのかというのと、実際まあリングに上がった時のこの東京ドームっていうのはあなたにとってどういう舞台だったのかって気がします。まあ、自分にとってこの東京ドームでやるっていうことに関してものすごいパワーを自分自身もらってはいましたけども、やっぱそれだけの、まあ、プレッシャーもありまして、重圧もやっぱりこう今振り返るとあったんだなと、まあ、思うし、やっぱ入場してきた時にこの東京ドームの景色を見て、まあ、自分自身ちょっとこうまあ、舞い上がってはないんですけども、まあ、ちょっと、まあ、浮き足というか、まあ、そういう感じだったのかなというのは、まあ、振り返れば、うん、まあ、そういうシーンはやっぱりありましたね。